はい、皆さんこんにちは、坂田部チャンネルのさきらです。今回は J リーグ60クラブ巡りの第40弾でレギュバージョンアル宮崎のホームゲームにやってきました。本日の試合は明治安田生命 J3 リーグ第24節レギュバージョンアル宮崎対福島ユナイテッド FC との一戦にユニリーバースタジアム新富にやってきております。レギュバージョンアル宮崎は奈良クラブと対戦するときに来たことはあるんですけど、このスタジアムに来たことはなくて、ユニスタですね、ユニスタには来たことなくて今日初めてやってきました。このエンブレムがめちゃめちゃかっこいいという印象でね、今日は天気もいい感じなのでイベントやスタグルなども思う存分楽しんでいきたいと思います。それではレギュバージョンアル宮崎のホームゲームへレッツゴー。はい、今から、グッズショップを見に行きたいんですけど、グッズ情報を見てる感じ、エマ、神社とかでもあるエマがあって、グッズにで、そのエマを購入してするとなんか選手のサインが入って次回ホームゲームでもらえるというのを見たので、ちょっとそれが気になったので行ってきたいと思います。マジすごい、このシャツ、ポロシャツかわいい、どうしよう、これかわいい、これがグッズのラインナップですね。マスクも売ってたし、フラッグが820円、安い。あー、どうしよう、どちらがよろしい、こっちでお願いします。はい、今日グッズは次の日ロアッソ行くのであんま目立つも持ってないなと思って結局買えずで、エマだけゲットしました。通常通り物販としてエマを買って持ち帰ることも可能ですし、今回私は推し選手を選んで送ってもらうというのでさせていただきました。お願いします。ありがとうございます。一般入場で入ったんですけど、もうすぐしたらバスが到着するので、ちょっと向かいたいと思います。入場するとこんな感じです。いいね、大きいです。今から選手の待ち場、バス待ちです。もうちょっとしたら選手が到着するそうです。このスタジアムならではですけど、めっちゃ選手との距離近い、なんかもう目の前に選手が通るような動線になってます。鶏飯ですね。で、こちらが、炭火焼き専門店鶏丸さんの、もも焼きです。炭火焼きでめっちゃいい匂いします。で、こっちがぬか漬けの冷やしきゅうりです。これはね、大好きな、きゅうりの一本漬けとか大好きなんで、今日はこちらをいただいていきたいと思います。はい、下ぐるいただいていきたいと思います。まずは炭火焼き鶏もも、いただきます。うん、おいしい。炭火焼きのもも焼きはまず炭の香ばしい匂いと、なんていうんですかね、塩コショウ、味付けがしっかりしてて、あと噛み応えもあって美味しいです。はい、続いて鶏飯、これなんと500円、安っと思って買いました。いただきます。うん、おいしい。
お米にしっかり味がついててめっちゃ美味しい。続きまして、ケンジの一本漬け。これ開けるのめっちゃ苦手やねん。分かる人いますね。これもっとこう作ってほしい。これどうやって取るのが正解だ。ぬか漬けと、からし漬け、からし漬けの2種類がありました。じゃあいただきます。キンキンに冷えてます。買ってからちょっと経ってるのにめっちゃ冷えてる。これ何の味？なんか塩って感じで、今まで食べたことのあるきゅうりの漬けは結構塩って感じの味だったんですけど、ぬかの味、これわからん。ぬかの味って何味？なんかこの夏、冷えてるきゅうり食べれるってめっちゃいいですね。こんな感じで今メインスタンド端の A 席A ゾーンから撮っている動画です。こんな感じでぐるっとメインスタンドの椅子がこんな感じで木製になってます。なので雨降った時とかは染みるので、シートとかがいるのかも。1列目はなんかめっちゃ近いよね、選手とか。だから高さがないので選手とほぼ気持ちいいというか、ちょっと天気が怪しくなってきたぞ。高さがないのでスタンドに目の前選手来て迫力あってかっこいいとかはあるけど、やっぱり反対側のゴールの方とかはあんまり奥行き的なこともあって見えにくいですね。やばい、雨や。こちらがメインスタンドの上から見た景色です。一番上の段ですね。こんな感じで結構ピッチも見渡しやすいのと、今ちょっと雨降ってきたんですけど、こんな感じで屋根が、後ろから3列だけ、後ろから3列目でギリかからへんかなぐらいで屋根があります。まあ、前はカッパとか必須ですね。どう？いい景色じゃない？結構5000円から使い込みをしております。見やすいですね、箸でも。スタジアムはこんな感じになってます。スタジアムから見た景色ですね。ここの駐車場が一般駐車場になってて、なんと有料で300円。安っ。これ J1 とかのサポーターの方びっくらこくんちゃうかな。300円ですよ。安っ。なのでまあ逆に言うと車以外で来るとめっちゃきついなっていう印象です。私は高鍋駅っていうとこからバスで来たんですけど、結構アクセス悪いなっていう印象だったので、まあ多分宮崎の街自体が結構車社会やと思うんですよ。それがあってなんかなとか思って、このテントが入場ゲートのテントになってて、まあここから入ってきます。ここです。でここが再入場口になってます。で、この通りにスタグルグッズショップなどがあります。入場してすぐのところです。こんな感じでちゃんと州の QR コードとかもあります。わー、美味しそう、美味しそう。だからね、ビアンサワー自販機がハートで叩く。こんな感じで、あの木あの木なんですよ。木言うてもか、木が良いいいですよね。で上は結構なんていうんですかね、こういうのあのむき出しっていうか結構注意です。あ、スイカもある。桃の肉球アイス一つお願いします。はい、次は最後に宮崎対
はい、ニンニクキューアイスをいただきます。いただきます。オフィシャルブロードキャスティングパートナーはダゾーン、トップパートナーはアイデン、ルートエホテル、なんかイオン、シャーベットのイメージやったんですけど、なんていうの、ガリガリ君みたいなシャーベットのイメージやったけど、どっちかっていうとなんかゼリー凍らしたみたいなのに近いかな。なんていうの、ちょっとプニプニでゼリーっぽい感じがします。美味しい。てか、もう暑かったから助かるアイス。僕一発ちょっと心込めてハーモニカ吹きますんで、今日は一つよろしくお願いいたします。それではお願いします。まもなく、キックオフなんですけど、まあ、雨が降ったり止んだりしとって、今日晴れてれば試合終わりに星の鑑賞会がピッチ上でされるということなので、ちょっとなんとか雨も耐えてほしいなと思います。ね、なんかメインスタンドにいるんですけど、結構アットホームというか、なんていうんですかね、結構みんな手拍子してめっちゃ雰囲気いいなと思います。なんかここか買ってもらいましょう。ということで、今日の試合は0対2でテグバジャール宮崎が負けてしまいました。ちょっと今更ながら、あのハーフタイムにユニフォームをお借りして着替えたので、ちょっとご紹介です。こんな感じで斜めのピンクがめっちゃ可愛いです。試合は負けてしまったんですけど、あのスタグルめっちゃ美味しい、あの桃の鳥、炭火焼きの桃の鳥、桃の鳥、桃の桃焼きがめっちゃ美味しかったです。で、試合終わりにはあの星を見る会っていうのが開催されるそうで、ただちょっとそれが試合終了後11時間ぐらい、あの1時間ぐらい待たないといけないので、ちょっと時間の都合上それはお届けできないです、すいません。ただスタジアムで星の鑑賞会されるっていうのもすごいレアなイベントだと思うので、なんか今後も、今日が初めて開催されるみたいなんですけど、今後もちょっと継続してもらって、また次回の機会に行きたいなと思います。グッズでは下沢選手のサイン入りの絵馬を注文したので、来週ぐらいかな、届くのがめちゃめちゃ楽しみです。それも届いたらまた皆さんにお知らせしたいと思います。それでは今回のデグバジャール宮崎のホームゲームの動画は以上となります。また次回の動画かスタジアムでお会いしましょう。